車田修司は日本の牧師。ホーリネス教会の初期に中田修春監督の側近の御教授の一人として活躍。戦後は日本ホーリネス教団の創設者で同教団の指導者となった。1887年、茨城県東茨城群科古内の農家の産卵に生まれた。1901年3月に高等小学校の家庭を卒業したが、 経済調の理由で中学には進学できず、電信員になった。1904年宇都宮で、アーネスト・エイ・キルボンに英語を学び、山崎帝治と森五郎と共に、中田重春より洗礼を受ける。上京して、東洋宣教会の聖書学院で学び伝道者になるが、1908年頃に、日本キリスト教電信員協会の伝道者になり、 チャールズ・カウマンとアーネスト・キルボルンの応援により、天よりの伝報を発行した。1912年5月、キルボルンと共に、朝鮮に渡り、京城に建設した、聖書学院の剣道式に出席した。1914年聖教団事件の後に辞任した、笹尾哲三郎の後を継いで、ヨドバシ会の二代目牧師に就任する。すぐに、中田茂春が、 ヨドバシ教会三代目の牧師になる。1924年の年会で柏木聖書学院の委員長に就任する。6年後に中田茂春に委員長を引き継ぐ。後にアメリカのテイラー大学で学び、神田ホーリネス教会を巻き返しながら聖書学院の委員長を務めた。聖書学院のご教授1933年後。 教授の一人として、中田茂春監督を解任する。1936年10月ホーリネス教会が、中田派の清め教会と分裂して、日本政教会が設立され、車田が初代監督になる。1941年日本キリスト教団が設立された時に、第6部の代表である参与になる。1942年6月車田が、 神田協会の牧師の時に、車だらホーリネス系の牧師たちが、治安維持法違反で一斉に検挙される。一審で、懲役2年の実刑判決を受ける。1949年東洋選協会の三代目議事長の、レテカウマンより、ホーリネス協会再建の申し出があり、日本ホーリネス協団を創設して、初代総理になる。 1950年東京聖書学院を創設して委員長になる。1961年日本ホーリネス教団の代表として新海薬聖書館公会に加わる。1967年総理制を廃止して委員制になり、初代委員長に本郷善次郎が就任する。1976年東京聖書学院の委員長を引退して名誉委員長になり、 小林和夫が委員長になる。1982年日本キリスト教文化協会からキリスト教功労者の表彰を受ける。1987年死去、池上義正、近代日本の民衆キリスト教、P129、中田重春伝174から175ページ、中田重春伝213ページ。ありがとうございます。